さあ、これで、入るかどうか一遍やってみましょうね。ここは森にまさに、来ておりまして、ずん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 、もうこっちがこんな感じかなり、森に近いようなところ、東京都内なんですけどもね、まあ、大好きな、おっと、これはやばいかな。場所に、来てます。まあ、森の中に入ると、瞬間すべてのことが自分のさまつないろんな欲求が消えますね。欲求っていうのはつまり足りない。あるいは寂しい。ね。誰だったかな？孤独。それから飢餓。なんかね、人間が、最も辛い状況は何だと思うっていうね。現、極真会館の館長の、松井翔慶さんが、昔話を YouTube でやっておられて、その中で、大山枡田先生は、とにかく食べろと。自分がなんかね、内弟子さんを連れて行ったら、ごっついこう、宴会があって。ほんだらもう、すごいいっぱい頼まはるんですって。ほんだらもう食べられなくなると。で、もう、眉間にしわ寄せてね、松井館長が若い頃ですよ。まだ二十歳かそこらの頃ですよ。食べておられたら、君、食べるときになんでこんな眉間にしわ寄せて食べるんだ。ね。その前にこう呼ばれて、君、人間にとって最も辛いものは何か。知ってるかって言って、分かりませんよね、急に言われて。分かりませんって言ったら、それは孤独と飢えだと。やっぱりね、それ経験してはるから、孤独と飢えだと。で、こんなにいっぱい食べさせられてるのに、そんな苦しい顔するなんて、そんなこと言ってて、もう食べきれないほど、これまたね、飢餓も辛いけど、食べきれない辛さってありますよね。でもそれは、なんかね、当たり前のように見えて僕の脳裏に刻まれましたね。大山枡田館長が、人間にとって最も辛い状況は孤独と飢えであると。そしたらこれ都会に住んでるとね、逆にこの孤独の飢えと飢えを、表面的に感じなくて済むんですよね。実は僕たちはある意味飢えてるのかもしれないわけでしょ。本当に体にいいものを、例えば微量元素みたいな、それこそ亜鉛とかね、マグネシウムとかが足りないかもしれないし、ある種の微妙なビタミンが足りないかもしれない。あるいは過剰に摂っているからこそ、体の中で生産できない、生み出せない、そういうね、他から摂ってるからこそ余計に体の中が、生産できないっていうか、なんか動いていない、そういうなんか、動きに対する飢えっていうんですか。主体性に対する飢えみたいなものもあるかもしれないけど、まあちょっとややこしいか。でも、表面的って言ったら失礼かもしれないけど、ある種、栄養が足りてるように見える。あるいは孤独がないように見える。だってみんないるもんね。あるいは会議もあったり、いろいろ挨拶したりする、名刺交換したりする。それも素晴らしいことですよ。素晴らしいことなんだけど、本当は飢えている。本当は孤独であるっていうことを見えなくさせる。東京砂漠とか昔言いましたけど。でもそんなね、なんかいかめしい意味じゃなくて。だからこそ内面がもっと飢えてくるっていうかね。もっと孤独になってくる。精神的な飢えが孤独であれば、肉体的な飢えがまさにハンガーっていうことかもしれないもんね。そういうようなこともあると、やっぱり、真ん中を射抜いておられるなっていうような気もしましたね。ですから、いや、松井館長の心なんてとってもじゃないけど、僕みたいな凡人には知る由がないですから、もう、だって、極真の初段を17歳で取ったんだよ。まあ、天才の名を、欲しいがままにした松井館長の、大山枡田前館長というかね、の思い出、
ほんの10分、20分ぐらいで見て、そんなことをちょっと感じたりしたんです。なんかね、この頃またね、僕ね、大山館長の YouTube にね、ハマってるまではいかないけど、毎日1本ぐらい見るっていうのはね、なんか YouTube でその自分の流行り廃れがあるじゃないですか。それによって今自分が必要としているものとか分かってきて、YouTube で何を見てるか占いみたいな、あり得るなっていうような感じがして、それで夜になってもすごい自律神経の乱れが起こりまして、もちろん大山館長とか松井館長とは違うんです。なんかそういうこう大自然的なものに飢えてたんでしょうかね。まあすごい左肩が痛くなってここが頭が痛くて、でもそういう時にもいつも助けかけしている紐取りの紐をなんか身を見まで頭の周りに巻いたら10分後ぐらいには眠れましたね。眠れてました。でもまあ半日どれぐらい苦しんだ、夜の10時過ぎぐらいから朝の10時半ぐらいまで苦しみに12、3時間苦しみに苦しんで、でもねそれがね、あ、これ何かの反応で経過だなと、体の経過だなっていう感じがしたので、ずーっと我慢してるとようやく11時ぐらいに元へ戻って、これね1週間ほど前もねなんかフラフラしてたんですけど、またこういうことが起こって、多分こうやって都会に住んでるので夏への準備というものを体が据えてるんでしょうね。そんな感じがする。何遍か倒れそうになって。まあほとんど元気なんですよ。でもね、一週間に一遍か10日に一遍、なんかね、ガタガタになって。そういうこの自律神経の方で夏に向けて準備してるのかなと思う身体と付き合っている、その経過を、まあ苦しいんだけども、どっかで興味深く見ている、名越の昨日から今日にかけてで、ございました。はい。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの今日で実はやりたいなと。Tell me